皆さんこんにちは、武田塾の高田です。花です。今回のテーマは英文法ポラリス1のやり方を超詳しく解説やっていきたいと思います。はい。まあ、過去ね、英文法ポラリス1の手元解説動画アップして、そちらもぜひ見ていただきたいんですが、また改めてしっかり皆さんに英文法ポラリス1の使い方、伝えていきたいなと思っております。はい。英文法ポラリス1、やっぱりやり方超大事っすよね。うん、そう、やっぱね、みんな基本的にはね、取り組んでくれてる参考書なんだけど、このやり方によってどのぐらい成長できるか変わってくるんですよね。そうなんです、そうなんです。なので正しいやり方でしっかり受験生のみんなには、進めてもらいたいなと思うので、今回の動画見てもらえたらと思います。はい。じゃあまず英文法ポラリス1の概要から話していきたいと思います。関先生が書いた参考書で、全部で、レベルが3つあるんですよね。はい。英文法ポラリス1、英文法ポラリス2、英文法ポラリス3と。で、武田塾ではまず基本的な英文法をしっかり習得してもらうために、英文法ポラリス1を、例えば大岩の英文法とかパターンドリル、高校英文とか一つ一つ分かりやすくなるのが終わった後に、やることを推奨してます。で、それだけだと難関大は文法の知識足りないので、あとあとヴィンテージを追加したりとかね、文法の方に強化してやっていきますと。まずそのサクッと英文法の、まあ、入試でよく出るポイントを習得しようみたいな、そんな参考書になってますね。はい。で、じゃあやり方、全部で6ステップあります。まず1つ目、各ユニットの冒頭のまとめページを人に説明できるようにしよう。英文法ポラリス1は結構構成が面白くて、はい、いきなり問題に入るんじゃなくて、まず関先生の今日のなんかテーマみたいな、各これから問題になるその事項の説明みたいなのがあったりして、そこしっかり読んでほしいですね。そうですね。やっぱこれがね、このポラリスのすごい魅力的なところで、うんうんうん、例えばネクステ系とかヴィンテージ系の参考書って、どうしてもね、もう問題から始まっちゃうから、いきなり問題から分かんねえよってなって嫌になっちゃう子多いんだけどまずはね、この関先生の分かりやすいね、ズバッとした解説が書いてあるんで、ここしっかり読み込むって大事ですね。そうですね。なんで、まあここでまず、理屈を抑えないといけないところを理解しましょう。で、暗記の表現とかをね、まとまってたりするので、まあ、1週目から全部やるの厳しい場合はまた2週目以降でもいいんですけど、できる限りその暗記事項に関してもその都度その都度インプットしていくようにしてください。で、ここでポイントが、まとめページを人に説明できるようにするっていう風に書きました。これどういうことかっていうと、手元解説動画でも詳しく話してるんですけど、本を読んだら、まあ、理解するじゃないですか。で、その後閉じて書いてあったことを思い出しながら説明できるようにしてくださいと。読んで閉じて説明する、読んで閉じて説明する、これを最初のね、ユニットの冒頭の部分しっかりやってもらえたら、その後の問題がめちゃくちゃスムーズにいきますよと。はい。この読んで分かったっていうのと、ちゃんと自分で閉じて思い出しながら説明するっていうところまでやったのとでは全然レベル違いますよね。いや、もう本当にね、富士山と砂場の小山ぐらい違う。砂場の小山、あの小学生とかがあの夏海にでこう作って、そのぐらい違うから。なるほど。で、もうできたと思ってる子でも、はい、じゃあ自分で説明してみて、この文法ってどういうこととかって聞くと、うんうん、結構答えられないですね。うん、分子って何とかって言われると、うん、えって固まっちゃう子結構いて、うん、それをしっかりとまず自分でこうアウトプットできるとか、うんうん、人に説明できるようにするっていうね、これ大変だけど、はい、本当に、ね、力がつくから試してみてほしいですね。そうですね。うん、で、あと、まあ、スタディサプリの関先生の、スタンダード英文法の授業と完全に対応しているので、もし本だけだとちょっといまいちしっくりきてないって場合は、そのスタディサプリの映像授業なんかもね、活用してもらえたらと思います。はい。じゃあ2つ目、次にいよいよ問題です。問題を1ページずつ解いていくっていう段階です。3つ目、採点しましょう。ここの採点がポイントで、武田塾では3段階に分けて採点するように伝えてます。はい。どういうことかというと、理由付きで正解できたものは丸、なんとなく正解しちゃったものは三角で、不正解のものは×という風に採点の時は印をつけるようにしてください。で、この3段階に分けるのがポイントで、みんなどうですか？たまたま当たった問題を丸にして、もうその問題はできた扱いしてませんかと、復習してますかと。だから今回ちゃんと理由付きで正解できたものを丸、たまたま当たっちゃったなんとなく解けたものを三角、できなかったものを×っていう風に分けることによって、この三角と×は両方絶対復習しないといけないよっていうサインになりますと。ここ、採点の時結構大事ですよね。そうですね。やっぱりどうしても結構ね、やりがちな間違ったこの丸付けのパターンとしては、うん、あの丸×でつけてってさ、×のところだけ解説しっかり読むみたいな、うんうん、で丸はもう別に合ってたからいいでしょみたいな感じでやっちゃってて、で実はね、しっかりとした理解ができてないっていうパターンが多くて、まあ、だって文法の参考書ってどうしても単元ごとにさ分かれてるから、うん、不定詞だから、なんとなく 2V 選んで、なんとなく正解してるパターン結構あるんだよね。あります、あります。そう、だからしっかりと根拠を持って正解できてるかっていうのをね、確認するためにも、このね、丸三角×をね、使ってほしいですし、まあ、これはね、別に丸ハート三角とかでもいいんですよ
で、まあ、好きなので3つで使い分けてほしいですね。ハートのやつちゃんと復習してくれるから、うん、あ、この問題いいみたいな感じちょっと復習する気持ちになってくれるかちょっと怪しいですが、はい、まあ、丸三角×でいいんじゃないでしょうか。わかりました。4つ目は、参考書の解説だけで理解できなかったら、大岩の英文法、エバーグリーン、スタディサプリなど、小池参考書や講義を確認するっていうところです。パナリスの場合、まあ、1問1問、まあ、3、4行ぐらいですかね、うん、関先生の解説が書かれていますと。でそこで腑に落ちない問題を、苦手な子だったら絶対出てくると思うんですよ。でその腑に落ちないままなんとなくで済ませちゃダメですよと。必ず、まあ、特にエバーグリーンとか使えますかね、はい、あの文法の辞書みたいな、うん、エバーグリーンとかフォレストとかアトラスとかチャート式の英文法とかね、あのそのあたりしっかり作品のところとか使って、自分がこういまいち理解しきれてないなっていうところは調べる癖をつけておいてください。で一問一問確実に理解をしていきましょうと、はい、で続いて5つ目は、暗記事項を必ず全て暗記するです。この時最初のユニットの冒頭のねまとめページにも暗記事項書いてありますし、参考書の問題の方の解説の部分ですね、解説の方にもこれを覚えておいてほしい表現みたいなのは載っていますと、はい、でそれをルーズリーフにできれば半分に線を引いて、左側に覚えたい表現の部分で、右側にその訳を書くようにしておいてもらえたらいいなと思います。そうするとお互いそれぞれ表現を覚えたいときは表現を隠してテストする、訳を確認したいときは訳を隠してテストするっていう風に、覚えやすい仕組みにまとめ直してあげることも必要かなと思います。この暗記事項どうでしょう、みんな覚えてくれてますかね。これはね、やっぱね、なかなか覚えられない子は実は多くて、なんでかっていうと、まあ、単語帳とかはさ、もう覚えるだけってなるから何回も繰り返すんだけど、実は文法の暗記事項のページ何回も見返してしっかり覚え込んでますって子ってあんまいないんじゃないかなと思うんですよね。そうですね、なんでその後だいたい武田塾でその日大の、段階突破テストっていう日東駒瀬の過去問を解いてもらったりするんですけど、はい、そこでその都度暗記をしっかりできてない子はやっぱりその知識が足りなくて詰まります。なんで必ず暗記事項の部分もその都度その都度、まあ、1週目きつかったとしても2週目には絶対覚えてほしいなという感じですね、はい、後々暗記事項はポラリス1だけでは不足しているのでヴィンテージなどで追加もしていきます、はい、で6つ目、全問理由付きで正解できてるか確認しよう。3番で採点して、まあ、できなかったものありました、でそれらを、4番の段階でエバーグリーンやスタディサプリ、大岩の英文法などで調べましょうと。で暗記事項を覚えましょうと、まあ、そういう風に、問題を解いてゴールじゃなくて、その後必ず復習振り返りをしてくださいと。で全ての問題を理解したと思ったら、必ず一問一問解き方を説明できるかチェックやってくださいと。でできたら兄弟とか友達いる人は、もしよかったら一問一問周りの人にこう説明できるか、こう実際やってみて分かりやすかったよって言ってもらえたらクリアみたいな、うん、まあ、それぐらいの、クオリティで一問一問理解していってほしいなというふうに思います、はい、これなんか話せる人がいなかったらぬいぐるみとかでも大丈夫ですか。まあ最悪それでも OK です、はいはい、全然ぬいぐるみじゃなくても、うん、もう空に向かってでもいいし、机に向かってでも何でもいいので、必ず説明できるかチャレンジっていうのはやってみてください。で全問説明できたらその範囲はクリアだよと、はい、でそこまでしっかりやれば文法問題長文でできても、実際の文法の模試の問題とかでもクリアできるようになりますと。アウトプット応用力がつくんでね、説明できるまでやると。で繰り返しになりますが、なんとなくやたまたま正解した、カノ先生が言うように不定詞のところだから 2V 選んでしまった、同名詞のところだから ING 選んでしまった、そういう浅い理解で問題を解かないように、しっかりその問題の本質を捉えて一問一問理由付きで説明できるようになるまで、暗記事項をしっかりインプットするまで取り組んでやってもらえたら、英文法ポラリス1もかなり、身につきます、そして伸びますと、まあ、この動画と合わせて英文法ポラリス1の手元解説動画もね見てもらえたら、より理解が深まると思います。というわけで英文法ポラリス14月、皆さん絶対完成させてください。上級者の人はね、英文法ポラリス1ファイナル演習編っていう黒い表紙のアウトプット本もあります。白ポラリス完成したら黒ポラリスで、よしアウトプットだってね、ランダムに300問並び替えられてますから、実際できるかどうかっていうのもチャレンジしてみてもらえたらいいなと思います。というわけで今回の動画は以上です。ありがとうございました。武田塾の公式 LINE から受験相談がより気軽にできるようになりました。最寄りの校舎にチャットで質問もできます。武田塾の公式 LINE は概要欄のリンクから。